はい、今日はねタイプ別のダイエットについてね、まあお話しさせていただきたいと思いますね。実はねダイエットもいろんなパターンがありますので、これだけ飲んでたらうまくいくよっていう方法は実はありませんね。でまあそのタイプによってどういったのがねあるのかっていうのの原因のねちょっと見ていきます。であとはね普段の食生活とか睡眠とかね私生活どんなことについてね気をつけたらいいのかっていうのと、あとダイエットだけじゃなくて実はね目標達成する人ってねどういう風にしてやっていってるのかっていうことについてもお話しさせていただきたいと思いますね。では始めていきますね。それではね今日はダイエットについてねお話しさせていただきたいと思いますね。ダイエットもね実は何パターンかありますね。でこれだけ飲めば絶対痩せれるっていうようなものはね、まあこの世の中ありませんね。一人一人実は、ね、タイプ別っていうのがあってね、症状によって使うものって実は変わってきますね。必要なものってちょっと変わってくるんですね。でまあそれについてちょっと見ていきたいと思いますね。今日はタイプ別の、ダイエットについてね、お話しさせていただきたいと思います、ね。まずはここですよね、暴飲暴食ね、よく食べるしよく飲むってやつですよね。これね漢方医学的にいけば何が原因かっていうとこれですね、胃熱っていうのが一つ原因になります。このね、ご飯食べた後胃で消化するんですね。でその後ね腸に行って、ね、大腸に行って、ね、で便に出ていくっていうのがあります。でまあその胃で消化したものがまず、ね、腸、特に小腸ですね、小腸に行って、栄養を吸収するわけなんですけどもね、食べ過ぎとか飲み過ぎで大体ね太ってくるっていうのがありますよね。それはあったこの胃の熱、胃の中がでもかじってる状態なんですね。かじってるともう何でも食べたくなります。食べても食べても止まらなくなるんですよね。カップエビチェンとかそうですよね。やめられない止まらないとかってね、ああいう宣伝もありましたけどもね、もうそんな感じでもう止まらなくなるんですね。そういう場合はこの胃の熱をねちょっと冷ましてあげるようなものを使っていくと食べ過ぎっていうのがちょっと収まってきますね。でいろんな包材あるんでね、これって私が言っちゃうとね、多分ね、もうみんなそれしか思い浮かばなくなっちゃうかもしれないんで、あえて魔法剤はね、いくつかあるんです。その方にできるだけ合うものを渡すようにはしてるんでね、考え方だけね、ちょっと身につけていただけたらと思うので、胃熱っていうのがあるから、まずこの胃の熱とかをね、冷ましていくものを使います。ね、ちょっと体の熱がこもりすぎるからね、食べ過ぎたり飲み過ぎたりするとね、体臭とか口臭の原因にもなります。ね、お酒の飲み過ぎなんかもそうなのでね、そういったのが、ね、食べ過ぎないように持っていけれたらねいいかと思います。でしかもさらにね脂肪とね体脂肪がむちゃくちゃ多いっていう方なんかはその脂肪の燃焼温度を助けていくようなものってあります、ね。よく巷でね防腐痛症さんとかってねテレビでもよく宣伝してますけども、あれもね誰が飲んでもいいんかってそうじゃないんですね。一応この暴飲暴食であれば使えないことはないんですね。防腐痛症さんというのはね体の熱がこもりやすい方はいいんですね。でちょっと発汗させながらねおしっことか便で毒素を抜く作用はありますね。だから逆の言い方するとね、冷え性であったりとか、ね、あとはしょっちゅう軟便とか下痢で胃腸が弱い方ですね。でちょっと多汗症の方とかはあんまり使いすぎない方がいいと思いますね。特に軟便とか下痢とかでね体が疲れやすいっていう方はあれ使うとね余計に調子悪くなると思うからね。だから何でも誰にでも効くってものはありませんのでね、それちょっと気をつけていただけたらと思います。で次むくみですよね。体の中にね余分な水分が溜まりすぎちゃってるわけなんですよね。よくね1日2リットルぐらい水分取りなさいって言われてるから飲んでるのってでむくんでるのっていう方いるんですね。まずその水分取るのやめてくださいね。2リットル飲んでもね血の流れとかも良くなりませんし、お腹がチャップチャップして気持ち悪くなるだけなんですね。しかもね雨の日とかね気圧が低くなる時なんかは体調崩しますね。体が重だるくなったりなんか濡れたね T シャツ着てる感じですね。もっと言うとねなんかもうズブ濡れのオーバーオールを着てる感じです、ね、ずしっと重いんですよね。歩きにくいとかね動きにくいってなりますからね、もうズブ濡れのオーバーオール着てる感じと思ってもらったら大体イメージつくと思います、ね、長袖の T シャツやけどそれもズブ濡れの状態なんです。そうすると重くなりますよね。で頭も頭中感っていうのが出てきたりします、ね、大体気圧が低くなってくるときに調子悪くなる方あったら余分な水分というのが溜まりすぎてますから、まず水分の取りすぎはやめた方がいいです、ね、どっちかというと余分な水分が溜まってるからそれを抜くものっていうのをよく使います、ね、でよくね、
コマーシャルとかで見るのはあのボーイ扇刀っていうのをねちょこちょこ見たりします。まあ使えないことはないんですよ、悪くないんですけども、まあそれだけではないです。もっとも効き目のいいものって実はあったりしますね。まあむくんで、まあ、ちょっと体もねあの疲れやすいよっていう方は、まあ、防御着と飲んで試してもらってもいいと思うけどもね、まあ、飲んで合わないなと思ったらやめた方がいいかもしれませんよね。で次いきます。今度ストレスですね。もう目に見えないストレスってこれめちゃくちゃ多いんですね。実はねもう日本人なんかねもう2人に1人というかもう10人いたらね 7,8 人っていうぐらいなんか抱えてますね。大体まあ人間関係のトラブルが多いんですけどもね。でまあ、そのストレスですね、これもね症状によって使い方変わるんですけど もうずっとなんかイライラしてるとかね、もう血圧もカーって高くなるっていう方はそのカーってなるのをちょっと沈めていくようなものもありますね。かと思えば生理前だったらちょっとここのね脇が突っ張るとかね、もしくは胸が張るっていう、ね、方もいらっしゃるかと思いますね。そういう時はあのまた違うものを使います。イリバフガとかね、まあ、あとは小葉酸とか紫雀酸とかっていうものをよく使ったりします。であとお腹が張ったりする場合、お腹がね張っていつもガスが多いとかねっていう方は怪奇岩とかね、あの、まあ、期日なんかがよく入ってるようなものとか香木が入ってるものとかもよく使ったりします。あと喉が詰まりやすいっていう方もそうですね。そういう方も、まあ、ちょっと気滞って言ってストレスなんかが原因やったりしますから、まあ、元気の気っていうのがあるからそれをうまくね回してあげるようなものを使っていきます。ね、これもまあ人によってね何が必要かってちょっと話聞いてみないとね分かんないから、これですって書くとねもうそれしかないかなと思っちゃうと困るからね、あえて書かないようにします。次疲れやすいね、これも体力とかねあのまあ元気の気が足りてない状態なんですね。でまあもう一個いくと、まあ、貧血気味ってありますよね。まあ血に元気がない状態のことを血虚って言います。まあ、大体ね臨床って言ってまあねこの医療の現場でいけばこの気虚とか血虚あえてまあ、ね、教科書上では分けるんですけども、実際のねこの医療の現場で見てますとね、やっぱり合体してる方多いです。気虚もあって血虚もある、ね、いわゆる気血両虚っていう状態ですね。こういう場合はねもう体力とか血をぐーっと補ってあげる、ね、もうずっとしんどいとかねもう横になって寝ときたいとかね、もう女性の方やったら生理が来なくなるとか遅れるとかね、あとは出血しても量が少ないとかで、もっとひどくなるとねもう不正出血になったりとかね、もしくはあの生理来なくなる方も中にいます、ね、あの特にねもうマラソンとか長距離陸上とかやってらっしゃる方とかね、あと無理が続きすぎて看護師さんなんか案外多いんですよね。もうあの夜中まで参勤交代じゃないけども、まあ、あの夜中からね仕事ね夜勤で朝まで仕事っていう方いらっしゃいます。そういう方はホルモンバランスもむちゃくちゃです、ね、そういう場合はだいたいここの気血両虚だけじゃなくてねもう気滞もあったりとかね、もうあとはここの陽虚って言ってねもう体も冷えてきますね、もういろんなのが重なってきたりします、ね、まあ、そういう場合はちょっとね休まないといけないんですね。もう働きすぎです、ね、で次冷え、冷えってね代謝が悪くなってあのうまくいかなくなるって方もいます、ね、これも、まあ、あの体を温めていくものいくつかあります、ね、まあ、深部湯とかもそうですね、武士なんかがよく、ね、使われたりもしますし、特にお腹が冷える場合だったら環境っていうのがねあの必要ですので、まあ、あの利中湯みたいなものをよく使ったりします。あとはまあ腰とか下半身が冷える場合は桂皮とかね、あとはまあ長寿とかね、あのウイッキョウとかいろんな生薬もあります。あの五臭とかね、まあ、そういったのが入った包材を選んでみたらね、あの良くなる方っているんですけども、それは場所とかね、症状によって使うもの実は変わってきますからね、まああの誰でもこれがいいっていうのはありませんね。というのでまああえて書かないようにしてます。でまあ全体的に代謝が悪い人っているんですよね。もうこれ多分ねこれひっくるめて大体全部みたいな感じ、まあ、陽虚、気虚、血虚で水陰とか退陰って言って、まあ、水分が溜まるわけですよね。で体力も血も足りてなくて体が冷えて、ね、体はしんどくて必要な栄養素が全然足りてないけども体の毒素となる余分な水分とかね、あとはまあこう書くの忘れましたけど食積って言って食べたものがうまく消化ができていない、ね、そういう場合もあります、ね、食べたものがうまく消化ができないと胃もたれとかね、そういった原因にもなってきます、ね、そういったのもあの変えていくものがあります、まあ、例えば、まあ、三座子とかね、麦芽とかね、あの心菊とかそういったものがあります、ね、そういったのがある包材を使っていくとこの食べ過ぎとかね、お腹が苦しいとかっていうのもマシになったりします、ね、あとはここ書くのを忘れましたけど便秘とかもそうですよね。
便が出てない、だから胃とか腸に溜まっちゃってるんですよね。詰まっちゃってるから、それを抜いてあげるようなものを使います。まあ、あんまりね、センナとかはね、使わない方がいいかもしれません。ね、お腹痛くなるだけやったりとかね、苦しくなるだけやったりとかしますから、それもね、まあ、その人のね、症状とかによってね、使うもの変わってきますね。まあ、ざっくりとこういうね、どういうタイプなのかっていうので使うもの変わってきますからね。で、漢方でもね、ほんと痩せやすいっていうね、まあ、痩せるお茶とかっていうのは、まあ、一応ね、出てますけどもね、まあ、それ飲んだからって言って絶対痩せるかって言ったらね、やっぱ人によりますよ。で、本当にその生薬が必要なのかどうかっていうのをね、見極めた上でね、おすすめはしてます。ね、まあ、一応おすすめのね、まあ、あのものとしてはね、よく間食するとかね、もう、そういう方はね、まあ、間食する前にちょっと飲んどいてもらえると、食べ過ぎがカットできるっていうのもあったりとか、あと寝る前とかに飲んどいてね、寝る時に糖とか脂肪の代謝を良くさせていくようなものがあったりします。あとはご飯の代わりにね、発酵代謝物って言っても発酵させたドリンクのものがあるんでね、それをご飯の代わりに飲んでいただけると腸がきれいになりながら食べる量が減ってくるしね、でダイエットができる、あとはまあ断食も一緒にできてしまうっていうものもあったりしますね。まあレパートリーいっぱいあるので、ね、方法はまあまあ無限大に実はあったりします、ね、だから何が原因かなっていうのを話聞きながらね、突き止めていきます。でその人に合うものとか必要なものをねお渡しするようにしています。であとはここですね、生活習慣の見直しですね。実はこっちの方が実は大事やったりします。根本的にここを変えない限り、いくらここで対処療法的なものをね使ったとしても、一時的に良くなったとしても、またね生活習慣が乱れてたらまた元戻りますからね。だからまずこっちの方をちょっと気をつけておいてほしいんですね。今までの毎日のね生活の積み重ねが今の状況なんですよね。だからまず大事なことだったらこれです。自然の流れに逆らわないってことですね。太陽ってね、朝だったら昇ってきます。で夜だったら沈みますよね。これと同じように動いていくことです。人間もね、電気がつくからって言って夜中まで起きとかない方がいいですね。もう自然に逆らうとろくなことなんです。病気もしやすくなるし、代謝は悪くなるから余計太ってきたりしますね。で朝起きれないしね、で午前中とか昼間はぼーっとするとかね、で夜は帰ってなんか途中で昼寝したからもう寝れないとかね、もう悪循環になっちゃったらね良くないから、ちょっとどっかでリセットする必要性がありますね。夜寝て朝起きるってことね。夜はできるだけでもう早く寝てほしいんで、まあ遅くても11時までには寝てほしいんですね。でも小学校低学年ぐらいやったらもう7時8時9時はちょっと遅いと思いますね。もう5、6年生ぐらいとかね、もう中学校ってちょっと勉強するとかっていうのがあればね、まあ、9時10時でもいいです、まあ、それでもまあ8時ぐらいにはもう寝てた方がいいと思うね。で朝早く起きて勉強するぐらいの方が本当はいいと思います、うん、で次今度睡眠の次はってた食事ですね。まあ、これも20歳ぐらいまで、ね、は育ち盛りで食べ盛りなのでね、まあ、朝昼晩って食べてもらってもいいです、ね、ただねもう20後半ぐらいから30もうそこら辺になってきたらね、もう朝昼晩で食べると大体今度太ってきますね。動くよりも食べる方が、ね、実は多いわけですよね。摂取カロリーの方が多くなるわけなので、ね、昔痩せてたのになんか成人になってから太ってきたよっていう方はいると思います。まあ食べ過ぎですよね。だからまあ20後半から30ぐらいからね、もう30ぐらいになってきたらもう腹6分目っていう風に意識してた方がいいと思います。もう1日1食から2食ぐらいね、もう30代以降は特にそうね。もう食べ過ぎるとね、消化ばっかりに実はエネルギーって使われるから、ね、各臓器の、ね、修復とかには使われなくなるんですね、エネルギーがね。だから食べても食べて苦しいままでなかなか疲れが取れないっていう悪循環になりますね。そういう場合はあった腹6分目とかもう腹4分目ぐらいまででもいいです、ね、もう極端に減していくようにする方が実はね体力の回復とかね傷の修復とかはしやすくなってきます。風邪とかねインフルエンザとかでちょっとダウンして倒れたよっていう時、もうしんどいっていう時ね、もう食べない方がいいです。食べずに、まあ、私だって漢方薬だけパッて飲んですぐ寝ます。で寝る時間とかもね、その何時間寝たっていうんじゃなくて、もう仕事帰ってきてしんどかったらね、まあ私6時に仕事終わります。もう6時半にはもうねちゃちゃっと服着替えて、まあ寒気がするんやったらお風呂サッと入って温まってからすぐ寝るって感じですね。
で、まあ、8時間10時間って寝るとね、まあ、大体翌朝には大体回復することが多いです。まあ、風邪ってねじっくり治すんじゃなくてパッて引いておかしいと思ったらもうすぐパッて薬飲んですぐ寝るってことです。そうすると大体1日か2日以内に治ってるはずですね。だからカッコン湯とかよくね、あの風邪の時、ね、飲む方いますけども、あれも寒気をする時だけね、喉が痛い時のでも全く効かないし、むしろ飲むとかえって悪化します。うんね、あれは寒気を、ね、体温めて、寒気を飛ばすっていう処方なのでね、喉が痛い時に飲んでも全く意味がありません。ね、ゾクゾクする寒気の時にあったかいお湯で飲めばいいんですけども、あれも冷たい水に飲むと全く効きませんからね。で、あとは、まあ、食べ過ぎと飲み過ぎを普段からもっと気をつけてほしいんですね。ここになります。ね、で、まあ、お腹空いたなんかな食べたいっていう時ね、本当発酵代謝物っていうね、野菜と果物を発酵熟成させた甘い液体のドリンクがあります。ね、私はそれをね、豆乳とかに割って飲んだりとかします。まあ、ご飯の代わりにも実はなったりします。ね、もう消化済みの状態なので飲むとね、胃の消化をせずに直でもう5分以内に腸に行ってくれます。ね、で腸がきれいになってくると免疫力もぐーっと上がってきますからね。で、次3つ目、自分の好きなことをする、ね、俺ストレス溜めないってことです。ね、もう仕事とか学校とかで、ね、嫌なことがあって我慢してきたと、ね、で家帰ってきてまでまだやらなあかんのかと、もうそうやったらもうやってられないってなるからね、まあ、自分の好きなこととかをねやるね、自分の時間を持っててもいいと思います。ね、もう仕事でね遅く帰ってきても11時12時やねんって、でそっから自分の時間持ちたいっていう方はいると思います。ね、寝た方がいいんですけども、まあ、どっちを取るかですよね。まあ、自己肯定感というか自分のね満足度を上げていくか、睡眠を、ね、取るか、どっちか、まあ好きなことをする方がいいかもしれないけどもね、まあ、寝ないと体は持たないんです、ね、だからそこはもう優先順位決めてやってもらったらいいと思います。あとね、まあ、休みの日でもいいですし、まあ、なんかコミュニティクラブとかに入っているんであればね、適度な運動ってやった方がいいと思います、ね、激しくない運動ですよね。まあ、私の場合はねバドミントンとかよく行きます、ね、中学校の時やってたんですよね。であとはたまにね山登りしたりとかね、まあ、水泳行ったりとかする場合もあったりしますね。まあ何でもいいですよ、自分の好きな、ね、運動でいいです。まあ、簡単な家でできそうなんてラジオ体操とかヨガとかね、まあ、家の近所、ね、ちょっと歩くっていう方もいるかと思います、ね。まあ、コロナとかであんまり外出歩かれへんねんっていう方もいると思う、うん、もう早朝の散歩が一番おすすめです。もう5時6時台、ね、5時って実は真っ暗なんです、ね、真っ暗なんやけども、ポツポツと歩いてる方います、ね。6時ぐらいからだんだん明るくなってくるんですけどね、まあ、朝の散歩はすごくいいと思います。で次ですね、まあ、これ実はね今回ダイエット以外でも全部応用が効くんですけども、もう一回ダイエットに振り返るとするとですね、まあ、何でもそうなんですけどね、ダイエットがこれ成功したよっていう時のイメージ持ってほしいんです。まあ、これね、ダイエットだけじゃないんですけども、まあ、何か自分がこうなりたいとかっていう理想の状態があると思うんですね。それをまずしっかりイメージすることです、ね。まあ、私が今例えば70キロぐらいとしますよ。で65キロまで落としたいと、体重を。で65キロに落としたらどんな状態かって言ったら、ある程度ね、まあ、筋肉がキュッと締まるわけですよね。脂肪が落としてね、で細マッチョみたいになるわけですよね。それをね頭の中でまずイメージする。で、ね、目標を達成する言葉を自分ではっきり言うことです。私は65キロになります、ね、65キロになったら筋肉がキュッと締まって細マッチョの状態になりますっていうふうにね、私だったらそう言います。でいつもイメージして、ね、で理想の状態が、ね、頭にちゃんとイメージできたら、できるだけそれに近づけれるようにどうすればいいかってしっかり考えるわけですよね。食べ過ぎてるようだったら食べ過ぎをちょっとやめようとか、もう8時以降は食べない方が本当にいいです。夜はね、もう夜の8時以降はまず食べない方がいいから、お腹空いたら発酵熟成させた、ね、ドリンクを豆乳に割って飲むっていうだけにしようとかね、晩ご飯をそれにしようとか、もうできること何でもいいです。やり方はね人それぞれです。もう可能性はもう無限大にありますから、それをね楽しくできるようにしていくといいと思います、ね。いろいろやってね失敗することもあると思うんですけれども、いろいろねまずやることです、ね。思っているだけとか、ね、祈っているだけとか願っているだけじゃ何も変わりません。自分から行動しない限り何も変わらないからね。
で、まあ、理想の状態があると思う、ね、でそれ今がある、ね、これを引き寄せていくんです自分でね。どうやれば、ね、理想の状態になるかっていうのを常に考えて、そうするためにはじゃあ何をするべきなのか、何をしたらいいのかっていうのを常に考えて自分で行動を起こす、ね、でやるからには楽しくやる、ね、でやっていくと、ね、理想の状態にちゃんと変わっていきます。これダイエット以外でも何でも言えます、ね、どんなことでも言えますので、まずしっかり最初にコミットするってことです、ね、理想の状態がどうあるべきなのかとか、どうあってほしいのかっていうのを常に意識して、自分がもうそうなった状態で生きていくっていうやり方ですね。そうするとね、実際その理想の状態になっていってますからね、必ず変わりますね。というわけでね、今日はダイエットを一例にしましたけども、まあね、まあ、いろんな病気でもこれ実は当てはまりますね。でそのね、原因によって使うもの変わりますから。でこっちに関しては全員に言えると思う。もうあの日本人だけじゃなくて世界の人全員にも言えると思うから、まあ、ここはできたらね、しっかりやっていただけたらいいかと思いますね。というわけでね、今日もまた見ていただきましてありがとうございますね。まあ、次の動画でまたお会いしましょう。ではさようなら。はい、動画を見ていただきましてどうもありがとうございます、ね。まあ、私は漢方専門の野村薬局っていうのをね、経営しておりますね。で、まあ、あとは興味ある方はね、まあ、ここ漢方専門野村薬局っていう風に書いてますので、そこホームページでね見ていただけたらね、私の考え方とかね、症例とかブログとか載せてますね。興味ある方はそちら見ていただけたらと思います。あとは漢方体験 .com っていう風にこれも検索していただけるとね、まあ、あの今まで来ていただいた方の、まあ、患者さんの症例ですね、そういったのもまあ載せてますね。で、まあ、全国の、漢方体験のね、先生方の体験談でも見れますので、まあ、検索してググってもらったらね、すぐ出てきます。で、私はあった兵庫県の明石市の大久保町駅前っていうところでね、まあ、番地まではあえて載せてません。まあ、すぐ下の概要欄見てもらったらすぐわかります。ホームページ見てもすぐわかりますからね。まあ、そこでやってます。ね、で、まあ、いつやってるかって言ったら、まあ、午前中の9時から夕方の6時、午後6時ですね、までやってます。で、木曜日が定休日です。でまあ、臨時休業はたまにあります。だいたい土日で、まあ、勉強会でね、まあ、大阪とか神戸とか東京とか行く場合があります、まあ、講演する時もありますのでね、そういう時はちょっと臨時で閉めます。そういう時はこのホームページにちゃんと書いてますので、臨時休業で休みますよっていうのは書いてますので、まあ、ご覧になっていただけたらと思います。で、まあ、遠方でね、県外でまあ来られる方もいらっしゃいます。で、ね、まあ、1回目本当は来てもらった方がよりいいかと思いますね。ベロの状態とか細かい話とか全部伺いますからね。飲んでるお薬とかサプリメントとかね、朝何を食べて、お昼何を食べて、夜何を食べているとかね、寝る時間帯とかね、あと便とか尿の状態とか、あとは今までの病歴とかね、そういったものを全部伺っていきますから、だからまあ1回目はね、来ていただける方がありがたい。でも難しいっていう方はまあ電話相談とかズーム相談は受け付けておりますね。の予約も完全にもう予約にしてますので、もうホームページか、ね、ここからちょっと予約していただけると助かります。まあ、電話予約も一応受け付けはしますけれども、患者さんの相談中の時はやっぱし、ね、時間遮られるので、できれば、ね、ここのホームページから予約していただけるとありがたいです。で、ここまで来ますね。あと、どういう方に来ていただきたいかって言ったら、まずね、誠実な方で、なおかつ感謝の気持ちを持ってらっしゃる方で、謙虚の気持ちのある方ですね。そういう方で、心とかね、体のお悩みの方はぜひご相談いただけたらと思います、ね。いろいろ試してうまくいかないっていう方もよく来られます。早い人はもう 2,3 週間とか1ヶ月とかね、3ヶ月半年で良くなっていかれます。まあ、個人差もちろんあります。もう一回言いますよ、まあ、誠実、ね、誠実っていうことは駆け引きしないってことですね。損得感情で物事を考えるような人は私あんまり好きじゃないので、そういう方はできたらもうご遠慮ください、ね、他の患者様にご迷惑がかかりますからね。で、感謝、ね、ありがとうっていうことも言えないような方も私人間と思わなくなっちゃいますので、そういう方もできたらご遠慮ください、ね。あと、謙虚ですよね。これも言い方変えたら傲慢な方っていうのは私大嫌いなんですね。で、私もそうなっちゃいますので、ね、引きずられると嫌なのでね、まあ、誠実で感謝の心があって謙虚の方はぜひね、ご相談いただけたらと思います。で、まあ、ご相談の時にね、予約したいんですけどって、まあ、ホームページからでも構いません、まあ、電話の場合も、もう漢方予約をお願いしたいんですって一言言っていただけたらすぐに時間取りますのでね。
というわけで今日も見ていただきまして本当にありがとうございます。また次回の動画でね、お会いいたしましょう。では失礼いたします。